道人身事故ニュース速報です。2021年5月16日11時9分ごろ、小田線の脇本駅羽立駅で人身事故が発生した模様です。小田線での人身事故は今年1件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。